サックとタカシーのおしゃべり翻訳。はい、どうもサックでーす。タカシーでーす。はい、今日はですね、神メンタル、心が強い人の人生は思い通りという本のご紹介をさせていただこうと思います。はい、こちらですね。はい、おー、可愛い子が、そうなんですよ。ボクシングの感じで、そこはまあいいんですけど。あ、いいんですか。まあ、全てに効果抜群ということで、ね、この本の紹介させていただこうと思います。はい、まずどんな本かっていうところなんですけども、この本は人生を思い通りに生きるための本です。はい、はい、世の中にはですね、頑張ってもうまくいかない人とか、うん、あと努力してもなかなか報われない人っていうのがいますよね。まあ、それはいますね、はい、往々にして、はい、その一方で何をやってもうまくいく人とか、うん、最も簡単に目標達成する人みたいなのもいるんですよ。うん、なるほど。はい、いてます、うん、一体この両者の違いは何なんだろうかと、うん、著者曰くその差っていうのは能力の差じゃなくてほんのちょっとしたところにあるっていうふうに言うんですよね、うん、はい、そういう著者はまあ何者なんだという話なんですけど、この著者は経営者とか弁護士とか舞台女優とかスポーツ選手とか、もうあらゆる方の夢の実現とか目標達成のガイド役として8000人以上の人にアドバイスをしてきて成功に導いてきてる人なんですよ。このゼロから起業する人の月収を6ヶ月以内に100万円以上にする確率は日本一の 91.3%。 マジで？はい、だからこの人に指示すれば6ヶ月以内に月収100万円いっちゃいます。指示しよう。行こう、今から行こう。まあ、そこはもう置いといて、まあ、そこは置いといて、はい、まあ、そんなね、そんなすごい人なんですよ、この人。そんだけすごい人ってことを分かってもらえれば。そんなこの8000人にアドバイスする中で、はい、こう何事もうまくいく人っていうには共通点があるっていうことが分かったと著者は言うんですよね。はい、共通点ね。共通点があったんですよ。その共通点は何か、それがこの本書のタイトルにもなってる心が強い人の人生は思い通りっていうことなんですよね。はいはい、先ほどの、まあ、うまくいく人とうまくいかない人の違いは心が強いかどうか、その違いだけだと言うんですよね。はい、さらにその強い心っていうのは精神論的なことだけじゃなくて、もう科学的に作ることができると。ほうほう、作れちゃうんですよ、誰でも。そういうことを言ってます著者は。本書は、まあ、どんなに自分に自信が持てない人でも確実に、そして劇的に心が強くなる方法を解説しています。はい、でこの動画でも説明する通り、まあ、順を追ってこうステップバイステップで進んでいくうちに、このあらゆる目標が達成可能となって、もう人生が思い通りに進むこと間違いなしかと、まあ、思いますので、人生を最高のものにしたいなっていう方はね、ぜひ最後まで動画をご覧いただけたらなと思います。はい、ということで内容入っていきましょう。よろしくお願いします。はい、まずですね、この思い通りに生きるための公式、もうここを最初にもう言っちゃおうかなと思います。そうですね、うん、先にね、もう結論として、まあ、まずね、伝えたいのはどんな願望も実現するためには必要なことってもう決まってるんですよ。もう決まってます。はい、それは著者の8000人を超えるアドバイスの中でもう実証済みです。はい、つまりこの公式さえ知っとけば願望実現できちゃうっていう、そういうことですね。その願望、早くその公式知りたいですよね。その公式が欲しい。その必要なことの公式、こちらです。はい、いきますよ、ドン。現実、まあ、もしくは未来は、はい、目的地プラス手段プラスメンタル、この3つが揃えば叶うと。ほう、あなたが今いる現実も、はいはいはい、これから手に入れたい未来も、はい、全てこの公式に当てはまります。なるほど。はい、目的地、手段、メンタル、うん、ここで大事なのは、まあ、目的地とメンタルです。はい、この手段は勝手に決まるらしいので、そんなに考えなくていいです。え、そうなんですか。手段は、手段が一番なんか大事そうに思ったんですよ。なんです。それは違う、まあ、手段はもういいんですよ。とりあえず置いときます、この動画では。はいはい、目的地とメンタル、この2つです。はい、ちょっとここ解説させてもらいますね。はい、まず目的地なんですけども、例えばあなたは1年後どうなっていたいですかと、この質問に即答できますか。いや、できない。僕もできないです。1年後はできない。このようにどこを目指しているかっていうのが明確になってないと、どうやってそこまで行けばいいのかなんて分かりませんよね。その通りよね。そうなんですよ。なのでまずは目的地を設定することがファーストステップです。はい、で、まあ、次メンタルのところなんですけども、はい、まあ、行き先とかね、手段が決まったとするじゃないですか。1年後こうなりたい、そして行くための手段も決まった、でもどうせ俺なんか無理だよと、自己評価が低ければ行動には移せないですよね。まあ確かにね、目的は決まったけどどうせ俺なんかじゃ無理なんだよってなっちゃうとね、で行動が起こせないなら現実は何も変わりません。そうですね。なのでこの自己評価っていうメンタルを上げることが必要です。はい、はい、こんな感じで
このメンタルと目的地っていうのはこの現実を引き寄せるために、自分が手に入れたい未来を引き寄せるために非常に大事なことになるんですけども、そうは言ってもね、はい、なかなか変えられないですよね。言ってもね、はい、やり方は分かったけどなかなか自分変えるっていうのは難しいんですよ、はい、どうしてももう一歩が踏み出せない、はい、そんな人が多いと思うんですよね。その通り。さっきの話聞いても、うん、いや無理やろそんな言うてもと。いや言うてもなるでしょ。言うても無理なんですよ、うん、努力してきたけど無理だったという人も結構いると思うんですよ。分かっとりますやん、そうやって。そうなんですよ、うん、みんな言うとりますやんと。じゃあどうすれば自分を変えられるのか、それにはまず何が変化を邪魔しているのかっていうのを知る必要があります。あ、なるほど。何が自分の変化を邪魔しているのか。邪魔者がいるんだね。そうなんですよ。あ、ちなみにサックさん、これなんか赤文字入るのありましたね。最近ね、見つけちゃいました。技を見つけちゃいました。わかりやすくないですか、ちょっとね。確かにね、はい、こんな感じでやっていきます。この子ね、これ変化を邪魔しているもの、それはですね、心理学的ホメオスタシスっていう脳の機能です。ちょっとややこしいの出てきましたね。これ解説させていただこうと思います。始まっちゃった。これね、人間の脳っていうのは死なないことを最優先にして考えるようになってるんですよ。はい、はい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 。なので現状生きてますよね、はい、現状生きてるし、あのかなり満足ある生活してるじゃないですか、はい、現状生きてるんであれば変わる必要ないだろうって脳は考えるんですよ。なるほど。わざわざリスクを犯す必要ねえだろうと。なるほど。もう生きてんだから今、飯も食えてる。おいおいおい、待て待て、もう十分だろ、生きてんだろ。そうだ、そうなんですよ、うん、脳はね、もういいだろと、落ち着いて、うん、もう変わる必要ねえだろと、うん、脳は言ってくるんですよ、うん、なるほどなるほど。つまり脳は今のままでいることを最優先して変化をすることを拒むようにできてるんですよ、うん、なるほど、はい、これが心理学的ホメオスタシスっていう脳の機能になります。はい、はい、逆にですよ、逆にこの機能をうまく利用できれば何も意識しなくても勝手に変わりたくなるっていうような状態を作ることができるんですよ。え、何を言ってるんだと。180度違うこと言ってない。何を言ってるんだったんですね。手品をこれから披露するってことですか。何を言ってるんですか。何を言ってるんだったんですけど、その方法これから解説させていただこうと思います。はい、はい、もうね、意味わかんねえと思ってたんですけど、まあ、さっきの心理学的ホメオスタシスを踏まえた上での考え方を、はい、この目的地とメンタルでそれぞれご紹介させていただこうと思います、はい、目的地、この3ステップを踏むことで心理学的ホメオスタシスをうまく活用することができます、はい、いきますね。まず明確な目的地を設定します。はい、この未来体験シートっていう方法を使うっていう著者は言ってるんですけども、これはこれから5年後、3年後、1年後、半年後に実現したいことを書くんですよ、はい、バーッと書きます、うん、注意点としてはもう丸々になったっていう感じで完了形で書くっていうのが一つ。あ、もうできちゃってるんだ。もう引き寄せちゃうやつ。あ、もうできちゃってる。できちゃってる。もう、あ、もう俺できちゃってるっていう状況なんだ。そうなんですよ。あの本書きたい人は半年後にはもう本書いてる。書いた。もう書いた。終わった。もう終わってんすよ。完了してるんだ。もう終わってんすよ。未来ぶっ飛ばしてる。ぶっ飛ばしてる。そういう風に書く。これ注意点一つ目。二つ目、到達したかどうか分かるように測定可能なものにするっていう。例えば幸せになるとかって分かりにくいじゃないですか、はいはいはい、幸せになるって分かりにくいんで、例えば、まあ、新しい家を買うとか彼女を作るとか、到達可能な彼女を作る、まあ、例えばね、例えばですよ、彼女を作る、何何、怖い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 、稼ぎたいんだったら、はい、もう稼いだって感じで完了形でもう書いちゃう、はいはい、もう無理かなと思っても制限なく書く、これが注意点3つです。で、書いたら次になぜそれを実現したいかっていうのを書きます、はい、このやる理由がなければ行動続きません、はいはい、なぜそれをやりたいのか、もしやる理由がなければそれは、まあ、目的地としてはふさわしくない可能性があります、はいはい、彼女を作ったなったらなぜ彼女を作りたいのか、今それを考える必要があります。はい、え？まあまあまあ、そんな感じですね、はい、っていう感じで明確な目的地を設定しました、はい、したら次は完成図を画像として残します、うん、人はね、得ている情報の 87% を視覚から得ています。はいはいはい。例えばジグソーパズルした時、完成図なかったら分かんないですよね。文章で完成図説明されても完成難しくないですか。いや難しい、無理ですね。無理ちゃいます。無理ですよね、はい、そんな感じで、視覚情報ってめっちゃ大事です。なので完成図をイメージできないと目的地の到達に結構苦労します。いや、ほんとそうですね。そうなんですよ。それはその通りだと思いますね。ということで、自分のイメージした完成図、さっき未来シート書きましたよね、うん、未来体験シート書いたんで、自分のイメージした完成図に近い画像をネットとかで集めましょう、はいはい、例えば幸せな家庭を築きたい、まあ、家を建てたい、うん、奥さんが欲しい、3人子供が欲しいとかやったら、うん、それに近い画像を引っ張ってくるんですよ、ネットから、はい、そんな感じで引っ張ってきたらその画像を毎日見ます。これ毎日見ます、
毎日その画像を見ることで脳はその情報をとてつもなく大事な情報だと勘違いするんですよ。はい、毎日見ることでね。さっきこの心理学的ホメオスタシスのとこで脳の最優先は死なないことだって言ったじゃないですか、はいはい、記憶に残すかどうかっていうのもこれが判断基準になるんですよね。これは自分が死なないために必要な情報なのかどうかっていうのを基準に脳っていうのは記憶に残すかどうか決めてるんですよ。じゃあそれを毎日見ることによって、はい、優先順位が上がるってことなんですか？そうです。記憶にバッチバチ残るんですよ毎日見れば。そうなんですよ、うん、何度も見ると何度も見るってことはこの情報って生きるために必要なんじゃんって脳が錯覚するんですよね、うん、なるほど、はい、そうするとめっちゃ記憶に残ってさらにその情報がこうならなきゃみたいになって脳がこれめっちゃ大事な情報やから自分もこうならなきゃみたいになって行動に移しやすくなるんですよ。なるほど。これが心理学的ホメオスタシスを逆に利用した新しい自分になる方法一つ目です。一つ目、はい、これ一つ目。一つ目でも濃いな、ま、濃いでしょ。これ目的地決めてるだけですからね。まだ目的地を決めてるだけです、はい、これで目的地決めました、はい、決めましたね。画像を毎日見て目的地決めたら次はメンタルですよ、はい、メンタル、はい、目的地がはっきりしたら次に行動に移すために自己評価変えていきます、はい、さっきね自己評価低かったら行動を移せないっていう話したと思うんですけど、はい、具体的には今の自己評価を未来の自分の自己評価に変えます。例えば先ほどの未来体験シートで書いた1年後の自分を想像して1年後の自分ならどう考えるのか、これで物事を判断するようにしましょう。なるほど。もう達成してる自分からの考え方なんだね。そうなんですよ。なるほどなるほど。例えば自分が本を書いた自分になりたい、書籍を書いてる自分になりたいんだったら、はい、もう書籍を書いた自分だったら今どう行動するだろうかと、うんうん、どう物事を考えるだろうかと、うんうん、そういう感じで想像していってください、はいはい、そういう感じで想像していきます。そうすることで日常での選択が変わって行動が変わって現実が自己評価に追いついてきますこれです。もう現実が追いついてくる。そうなんですよ。自分に現実が自分に追いついてくるんですよ。もう先に行っちゃってるんだね。そうそう、現実より自分先行っちゃってるんですよ。いや昔ね、はい、まだ時代が俺に追いついてねとか言ってた。ありました、ね、こいつ何言ってたと思ってたんだけど、はい、そういうことなのかな。そういうことなんですよ。もしかして、うん、まだなんなら現実すら追いついてないという感じですなるほど、はい、でまたねこう今の自分とこの未来の自分のギャップに気づくじゃないですか、うん、未来の自分ならこうする、はい、でも今の自分はこうだみたいな感じだとすると今の自分に違和感感じるようになるんですよ、はい、だんだん、はいはいはい、こんなの俺じゃねえみたいな。もう未来の自分で自分生きてるんで、かっこいい。未来の自分は今の自分をこんな俺じゃねえよって思い始めるんですよ。そうするとですよ、この脳のさっきのね心理学的ホメオスタシスありましたね。これは安定する状態を求めるんですよね。要は死なないために安定する状態を求めるんですけど、今の自分が安定した状態じゃないっていうふうに錯覚しだすんですよ。こんなの俺じゃねえ、なんか違和感すごいみたいな。なるほど。安定しねえってなって、はいはいはい、勝手に未来の自分に向かって動き出そうとするんですよ。なんかでも、はい、すごいそれをここ分かる気するわ。分かりますよね、うん、なんかこんなの俺じゃねえよと。そうなんだよこれみたいな思ったら違和感感じてなんかそわそわしません、うんうん、これがね心理学的ホメオスタシスを逆利用した未来に向かっての歩き方なんですよね。これで最強のメンタルを手に入れたらもうあと手段は勝手に決まるんで、もう手段ってじゃあ大したことじゃないんですね。大したことじゃないです。手段はもう勝手に決まります。目的地とメンタルさえしっかりしてれば手段は勝手に決まるんです、はい、そうなんですよ。ということでね、以上が本書の内容になるんですけども、はい、最後にちょっとね内容ちょっとややこしかったと思うんでまとめさせていただこうと思います、はい、はい。ということでね、何事もうまくいく人たちの共通点である神メンタルっていうのがどういうものかっていうのを書いた本を要約させていただきました、はい。まとめると自分の人生を思い通りにしたいなら目的地をしっかり決めて不屈のメンタルで挑みなさいよっていう話でした。自分の人生を思い通りにするための順序をまとめます。まとめるとまず目的地をしっかり決める、はい、そしてそのイメージを画像で残して毎日見る、はい、で決まった目的地に到達した自分を想像する、はい、でその自分なら日々どう考えどう行動するかを考えてその通りに行動する、はい、でそうすると理想の自分の思い通りに近づいていくという流れでしたね、はい、この順序で進めていくことでこの心理学的ホメオスタシスがうまく働いて今のままの自分に違和感を感じ始めてですね、自動的に理想の自分に向かって進むことになると、はい、そうするともう変わる努力なんて必要ないんですよ。もう勝手に変わるんで、なんで自分の人生が思い通りになるということになるんですよね、はい、もう努力なんか必要ありません。努力ではないんですね。ないんです。習慣ですね。そうですね、はい、
いつもね僕ここで、まあ、明日からの行動計画みたいなの言わせてもらってるんですけど、うん、もうここの赤字、これがもう全てですわ、はい、目的地決めて画像で残してみたいなこの流れですね。この流れやっていただければもう皆さん神メンタル手に入れて理想の自分手に入れます、はい、なのでまず目的地決めるところからやっていきましょう。そうですね、はい、というのが以上の本書の内容になりますので、皆さんもねぜひこの辺試してもらって神メンタル手に入れていただければなと思います。本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。